最低速度とは、道路において、法令のもとで、自動車が出さなければならない、最低の速度を言う。最低速度自動車は、法令の規定により、速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除いて、次の最低速度に従わなければならない。伊勢湾岸道路の最低速度の標識自動車のみに、対する規制であるので、原動機付き自転車、軽車用、 路面電車、トロリーバスには適用されない。また、法令に基づき道路の維持、修繕等のための作業に従事している道路、維持作業用自動車も最低速度の適用除外となる。法定最低速度は、次の区分に従い次の通りとなる。高速自動車国道の本線車道のうち、対面通行でない区間蒸気以外の道路自動車、専用道路に最低速度を設けている道路、 福岡前原有料道路などもある。現在、最低速度違反に対する罰則等は、対面通行でない高速自動車国道の本線車道での5万円以下の罰金、点数が1、反則金が普通車で6000円。高速自動車国道の本線車道のうち、対面通行でない区間を除く他の道路、具体的には高速自動車国道の本線車道のうち、 対面通行の区間や、途半車線、自動車専用道路及び、一般道路においては、罰則は設けられていない。高速自動車国道及び自動車専用道路のうち、法令、または、指定により、最低速度制限のある道路では、小型特殊自動車や故障車を牽引している自動車など、その法令上出せる、最高速度が、その道路の最低速度未満となるような自動車も、 通行負荷となる。ただし故障者権威については、交通警察失業当州において、最寄りのインターチェンジ等までの応急的移動処置の場合は、危険防止のためやもう得ない場合に該当すると、解されている。道路交通法第75条の8-2の,の適用を、受ける牽引自動車が、追い越しのために、本線車道における、当該通行区分に従わず本線車道の他の、 通行帯を通行できるのも、最低速度違反の車両を追い越す場合だけに限られる。本線車道において、最低速度に違反していない車両を追い越すために、当該通行区分に従わずに、車線変更をすることは許されず、そのまま全車に後続しなければならない。ただし、都販車線走行時は、都販車線の最高速度及び本線車道の最低速度に違反しない範囲で、 本線車道からの追い越しは可能である。諸外国でも高速道路などでは最低速度がある。ありがとうございます。